尾野神社は神奈川県厚木市尾野に鎮座する神社。延長5年の演技式神明帳に記載されている相模国の演技式内社13社のうちの一社とされる。当社の創建時期は不明であるが、演技式神明帳において相模国13座の内愛公軍一座尾野神社と記されているように古くから尾野の地に鎮座する神社である。当地域は古くより 物の,の里と呼ばれ、和名類受賞にも記載されている、愛好郡、玉川郷の中心地であった。霊気2年、奈良時代の高僧である行基が、薬師如来の像を刻んで当社に法案したと、社殿により、今に伝えられている。鎌倉時代には、源の頼朝以来三代にわたり、御家人として将軍に使い弓の名手として名高い、愛好村に館を置く。 愛好三郎樹隆氏が当社を厚く信仰していた。古い農札には、研究5年に当社を再興した記録があり、その時の元首に愛好三郎樹、隆氏の名があり、また、鎌倉幕府万所長官の大江前大部、広志元の名も残っている。なお、愛好氏の本家である横山氏は、小野の妹子の子孫と言われている。拝殿その後、 江戸時代末期にはわずかに鎮座地の転写が行われ、また明治6年には豪舎に列せられている。廃殿はそれまで藁吹き屋根地区であったが、昭和43年には鉄板武器に変えられている。変額に現在も残っている観光大名人は江戸時代に称していた名で、おのの観光様と一般には呼ばれていた。江戸時代に編纂された新編相模国フェド機構からは、 当時の社名が、元光大名人、祭人は、下春命であったことが伺える。祭人が、現在の山和武の命となったのは、明治時代に入ってからで、日本穂高が、東国に遠征する際に、のびの焼き討ちにあったという、古事記の記述の地が、斧と関係するとされたことによる。境内には、旧社表等や、以下の社がある。当社はもともと、 現在の場所より西南方向に200メートルほど行ったところにある丘陵に位置していた。転写時期は嘉永年間の初頭頃と考えられている。なお、現在では丘陵は私有地となっており、当社に代わって秋葉神社の少子が鎮座している。以下は厚木市教育委員会によって当社前に設置されている厚木の文化財独安打ち板より、 紹介されている当社以外の寺社、遺跡、古墳など、スポット9箇所を掲載する。現在、厚木市愛好の熊野神社が、当社の管理を兼務しているが、熊野神社にも神職が不在であることが多いため、御朱印等については事前に問い合わせした方が良い。ありがとうございます。